松山中央公園野球場は愛媛県松山市の松山中央公園内にある野球場。愛称っちゃんスタジアム。施設は松山市が所有し、財団法人松山市文化、スポーツ振興財団が、し、以前、松山市には松山城山公園内に松山市営球場があった。1948年に市民の勤労奉仕などを得て、 森土スタンドで会場し、1967年に鉄筋コンクリートのスタンドが完成。社会人野球、高校野球など、県下のアマチュア野球公式戦で使用されたほか、プロ野球の公式戦、オープン戦も開催された。しかし1980年代以降は老朽化の著しさが問題となり、市は公園内のその他の施設とも合わせ、 フィールドの拡張やスタンドの改修などを検討したものの、球場のある城山公園は松山城を控える国の史跡であることが改修工事を行う上での最大のネックとなった。結局、現地での施設維持は極めて難しいと最終的に判断され、市は1993年3月、松山中央公園内に新市営球場をはじめと、 するスポーツ施設の建設計画を発表。そして2000年5月に四国4県で唯一3万人規模の収容人員を有する野球場として完成したのが松山中央公園野球場である一般公募により愛称ボッチャンスタジアムが付与された。また2003年にはボッチャンスタジアム北側にほぼ同規格のフィールドを有するサブ野球場。 マドンナスタジアムが会場した。教養開始以降、高校野球、社会人野球など、アマチュア野球公式戦が行われている。また公式戦の一部はボッチャンスタジアムのほかマドンナスタジアムでも行われている。松山市は、スタジアム完成を前後して、プロ野球の誘致を特に積極的に行っており、毎年少なくとも1カード2試合の公式戦が行われている。 また2002年7月13日には、山陽オールスターゲーム第2戦も開催され、これが四国地方4県では、初のオールスターゲーム開催となった。試合は4から2で全波の勝利、MVP は、的山哲也が獲得した。2004年からは東京ヤクルトスワローズの周期キャンプが行われている。このか、2005年に設立された独立リーグ。 四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツは、東球場を本拠地として使用している。次期反転式時代のスコアボード2012年の、改修後のスコアボード会場当初のスコアボードは、全面次期反転式だったが、オールスター誘致にあたって、日本野球機構側から、次期式は、夜間の視認性が悪いという指摘を受けて、2002年シーズンから、電光式に入れ替えられている。 またスコアボード右側には、次期反転式で三色表示が可能なフリーボードが設置されている。二度目のオールスターゲームを控えた2012年には、会場5発の大改修を実施した。スコアボードのボールカウント表示を国際基準のびそ、表示に変更したほか、ラバーフェンスの張り替えなど、グラウンドの整備もいった。なお、東急場では、コンサートなど、グラウンドに、 設備や客席などを設けるようなイベントには使用を許可していない。これは天然芝などフィールド部分の損傷を防ぐための措置である。正面入り口前の正岡式が読んだ区の飛行墓により命名された愛称、坊ちゃんスタジアムは松山市を舞台にした夏目漱石の小説、坊ちゃんにちなんでいる。松山市内にはこの他にも坊ちゃんという愛称を冠するものが多数ある。 もともと野球という言葉は、松山市出身で、夏目漱石らとも交友関係にあった、敗世、正岡四季が作ったと言われる俗説がある。これは、四季の幼名の、章に引っ掛けて、野球という画号を用いていたことが元になっている。ただし、これは、ベースボールの日本語訳として作られたものではないと、日本語に訳したのは、中馬公である。もっとも、打者、走者、 死球など、数多くの野球用語の日本語訳を、ホトトギスが作り出したのは事実であり、実際に、四季自身も野球らしきものを楽しんでいたという。こうした関係もあり、現在に至るまで、松山市をはじめ愛媛県内は、高校野球が特に盛んで、全国的に名を知られる、強豪校も多い。このような背景にちなんで、ボッチャンスタジアムの会場当初、正面、入り口横には、 愛媛県の野球史を紹介する展示コーナーなどを有する松山野球ランドが設けられた。しかしその後、改修して展示内容を充実させることになり、2003年5月24日に野球歴史資料館のボールミュージアムに改称した。また、スタジアムの最寄り駅である予算線、出墓駅が輸送力増強のため改修され、2002年7月13日、 同日のオールスターゲーム第2戦開催と、正岡式の野球殿堂入りを記念して、の、ボール駅の愛称が付与された。ネット裏からの、ボールミュージアムには、愛媛県関係者で殿堂入りを果たした人物の、レリーフが展示されている。右から押川清影浦進、森重夫、藤本貞義、千葉茂白石勝美、佐伯勇、筒井治,治,治、坪内道則。 藤田元次、正岡式マドンナスタジアムグラウンド。ありがとうございます。